植物生理学とは、植物学の一分野で、植物の生理機能を研究する領域である。光合成、呼吸、植物ホルモン、成長、栄養、後形態形成、環境に対する応答などを研究対象とする。関係する分野には、植物形態学、作物学、植物病理学、生化学、分子生物学などがある。歴史は古く、17世紀まで遡る。フランシス・ベーコンは、水栽培実験により、土壌は植物を支えるだけであると考えた。続いて、ヤン・バプティスト・ファン・ヘルモントは1648年に定量的な実験を行い、植物の重量は土壌ではなく水のみから得られると結論した。17世紀末には、ジョン・ウッドワードが土壌成分も生育に重要であることを示し、18世紀にスティーブン・ヘールズがこれをさらに発展させた。19世紀になるとユリウス・フォン・ザックスが以上のような植物の栄養に関する研究をまとめ、植物生理学という分野を確立した。19世紀には成長や屈性についての研究も始まり、植物ホルモンを示唆する結果が得られた。20世紀になると光合成の明反応、暗反応の存在が予想され、これは20世紀半ばの生化学の発展により具体的に解明された。一方、成長調節などに関わる植物ホルモンも20世紀前半から実態が次第に明らかにされ、現在では長らく不明だった化成ホルモンの実態や、その他のホルモンの分子メカニズムの解明が進みつつある。ありがとうございます。